誠と幸子のあ人生泣き笑い。はい、今月も始まりました。29回目でした。29回目、はい、あと1回で30回、はい、来月は30回記念ですね。そうですね、30周年記念、くす玉かなんかはね。はい、皆さんもね、はい、今日もね、最後まで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、うん、ちょっと先月はね、ちょっとジャズさんも参加していただいて、うん、あ、そうなんですよね。幸子さんが一人とジャズさんとで頑張ったんですけど、うん、誰かが留守してましたんでね。別にサボってたわけではありませんのでね。はい、そりゃそうです。寝てましたけども。で、どないしてたんですか。どうしてたんですか。聞きたいですか。なんで別に、なんで、ほなもうやめます。聞いたのか。なん、うん、うん、実はね。うん、ちょっと心配してたんですよ。あ、そうなんですよ。皆さんね、視聴者の方もね、はい、多分心配なさってるかと思うんですけども、うん、まあね、もう今だから話せますけどもね、うんうん、実はね、先月入院してまして、うん、そう、入院されてたんですって。うん、それは知ってね、うん、知ったんですけどね、はい、うんうん、なんで頭ね、どこが悪かった。頭、いや、頭は大丈夫ですけど。大丈夫ですか。実はね、顔が悪かったんです。なんでやねんって言わない。頭も顔も大丈夫です。いえいえいえ、それは大丈夫です。ね、内臓もすべて大丈夫です。血圧も正常、血糖値も正常、すべ、はい、て健康です。特に心臓は大丈夫です。大丈夫です。心臓に毛が生えてます。鉄の心臓だそうです。胃袋も鉄の腹と今、ね、昔言われてましたからね。餃子とエビチリのお腹です。じゃあね、はい、なんで入院してたか言うと、やっぱりね、人間って、老化するじゃないですか。はい、ね、長年生きてたらね。そうね、家電製品でもね、はい、テレビでも冷蔵庫でもエアコンでもね、10年20年使うともうガタきますよ ね。人間ってそれ思ったらもっと持ちますけどね。ですよね。はい、私も、63年生きてきまして、人生初めての入院でございまして、あ、ね、どこが悪いかというと、やっぱりね、骨とかね、うん、関節きます。あ、どうしても年とともにね、まあ、うん、職業柄もね、いろいろありますし、ね、うんうん、特にね、この関節はこれ軟骨がありますよね。軟骨 ね、はい、それによってもう、ね、関節が動いたりしますけども、うん、やっぱりこれ加齢とともにね、うん、まあ、まあ使う頻度にもよるんですが、うん、軟骨ってすり減ってくるんですよ、うん、ね、だから膝とかにも、あ、そうそうそう、でも、まあ、腰とかね、みんな来てますよね。来てますよね、うんうん、まあまあ、ね、スポーツ選手なんかやね、野球選手、過度にね、過度にもう使いすぎるから、はいはい、まあ、特にスポーツ選手はね、まあ、そんな年いかなくてもね、そうなってくることあるんですけどね。ありますよ、私、そこさほどでもなくても、うん、陸上頑張ってたんで、うん、もう若い頃から膝痛いです、うん、やっぱり過度なトレーニングをしてたんで、うんうんうん、いくら若くというのもね、それはきますよ、うんうん、だから僕らもね、まあ、職業のあれじゃなくて、やっぱりその20代前半の頃なんかね、うん、僕はレスリングやったんです。で、中学の時はレスリングしたって言ってましたね。中学は柔道をやってて、はい、で、社会人になってからはレスリングを始めて、なんか力技が多いですね。格闘技が多いんですよ。ねえ、うん、でだからレスリングって結構下半身使うじゃないですか、うん、でやっぱり過酷なトレーニングをしますよね。筋肉つけるようにね、ウエイトトレーニングやったりとかするんで、うん、まあ、そういうのもあって、もうその頃からね、鍛えられる分使いますもんね。うん、そう、うん、そうそうそう、うん、そういうのが蓄積されて、うん、で、まあ、役者になって、まあ、チャンバラとかするとね、うん、チャンバラの動きなんかは普通の日常生活ではあんまり使わないような筋肉とかね、うん、動きしますよね、うん、そういうのがあってだんだんときて、でちょっとね、役者一本ではなかなか生活になってたんで、うん、まあ、一応まあパートでね、副業でね、うん、40歳になってから、うん、まあ、介護福祉とって、うん、まあ、介護の仕事をしたして、うん、これが痛いですね、うんうん、それみんな言うてはりますね、うん、で介護するとね、どうしても体に、ね、負担かかりますね、うんうん、で体に負担かけないようなこの動き、基本動作あるんですけども、うん、やっぱりああいう業界って人手不足でめちゃくちゃ忙しいんですよ、うん、となってくると、もうチャチャチャーとやっていかないと間に合わないんで、うん、もう無理な体勢でガーッとやったりとかね、うん、そういうのがずっと続いて、うんうん、いろんなものが重なって、この特に僕の場合はね、
右の股関節、うん、ここに来ました、うん、で7年ぐらい前にちょっと違和感があって、うんうん、最初はね歩く時のバランスがちょっと悪かったんですね、うんうん、だこれは、歩き方が悪いのかなと、うんうん、最初思ってたんです。そのうちだんだんと歩いた時に痛みが生じてきて、うんまあ、それから 何年もね放置しておいて、これ単なる筋肉痛かなと思ったんですけども、うんうんうん、治らなかったんで、うん整形外科でレントゲン取ってもらったら、うん、軟骨がすり減った、もう ほぼないような状態だったんです、うんうん、でね手術も検討したんですよ、あの人工関節のね、うん、ただまあこれをするとあの、まあ、入院期間がやっぱり3週間ぐらいかかって、うんうん、あと人工関節にしてもね、うん、この曲げる角度によっては脱臼する可能性があると言われたんです、うんうん、だそれ怖いなと、ね、うん、チャンバラやってる最中に脱臼ガーンとしたらもう終わるでしょ、うん、ね、だからもうそれも放置したんですよ、うん、7年かもう8年ぐらいね放置しました。で、まあ、きっかけとしては ね今年の春に二条城で連日、うん、あの夜中、うん、あの夜ね夕方からね、うん、3回公演で、うん、チャンバラショーをやりました、うん、やってましたね、やっぱりね、うん、この関節が悪い上に、うん、こういうチャンバラショーを3回もやるとね、うん、それかもほぼ毎日ですよね、うん、きついんですよ、うんうん、もう尻尾張ってだましだましして、うん、で、まあ、接骨院でマッサージ揉んでもらったりしますけども、うん、やっぱりきついんです、うん、これで今後こういう仕事がまあどん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 増えてくる可能性もあるので、それまでに直さなあかんなと、でそれがきっかけであの踏み切ったんですけどね、先ほども言いましたようにやっぱり普通の手術をすれば、あ、入院3週間で脱臼の可能性もあると、これ怖いんで、そのたまたまね僕の友達のその知り合いがいい先生があると、うん、それ紹介してもらって、うん、で手術もね、いくつか方法があるんですよ、うん、一般的にはねこの足の裏、お尻の側ね、うん、裏側から切っていく手術、うん、でこれは一番一般的で、そうなると、筋肉とかをね切らなあかんみたいですよね、うん、ただ中が見やすい、うん、まあ手術はまあ楽にできる、うん、でも僕のやったのは前から切ってるんです、うん、前から切るとそんな筋肉とか腱は切らなくて、ただ中が見にくいのでちょっと手術が難しいみたいな感じで、ただその手術方法ですと脱臼の可能性がほとんどない上にもう治りが早いんで入院が1週間で済むと、これでもう決めました。まあ、それでね、まあ、成功されて元気になって、うん、元気で今日のテーマです。今日のテーマは、はい、うん、そこでいきます。だからね、そこで今日のテーマは復活です。復活です。ありがとうございます。はい、たった一回休んだだけやけどね。ほらもっと休んだよかったな。いや半年ぐらい休んだよ。終わってますよ番組。浅井さん来たらあれあれジャジャさんここ事務所なくなったんだよみたいな感じ。浦島太郎なってるお前ね、はい、あでも、うん、復活されてよかったです。よかったですね、はい、うん、まあ、今はもう楽々です ね歩くのもですよね。嬉しそうですもんね、うん、今日会いした時も、うん、まあ、階段ね、うん、一番あるいいのは、うん、階段登るの、うん、だ今まで出したら、うん、どうしても遠回りしても、うん、エレベーター、うん、エスカレーター乗ったんです。でも今はもう率先して階段登るんです。あれ降りる時も痛くないですか？痛くないです。上がる方が痛いんですか？あのね、うん、その時の状況にもよりましたね、うん、上がる時の方が痛い日もあったし、起きる時が痛い日もあったし、その時の状態によっていろいろでしたわ。ですよね、うんうん、まあ上がるにも降りるにもね結構足や腰には負担かかるからね、まあ階段なんかもどんだけ私も毎日出歩いてるんで大概鍛えられてますけど、気付けは私もね膝とかね痛めてるから ね、そう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 、昔のあれでね、もう来てもええ年齢ですからね、うん、まだもうちょっと大丈夫だと思いますけど。まだもうちょっと浅井さんにまだ追いつくんですよ。いやでもね、ジャジャさんどうなんですか、うん、なんか全然大丈夫ですか、膝、うん、膝とかは。ね、うん、時々あるんですよ。あ、時々階段、ね、はいはいはい、家もう4階でエレベーターあまり使わない、うんうん、一応エレベーターはあるんですね。そうそう、はいはい、あるんですけど、でも、うん、エレベーターまで行くのはすごい面倒くさいから、うん、いつも階段で、離れてるんだエレベーターがね、面倒、うん、くさいから
ここもしんどいですよね。そうそう、ここの階段しんどいね。ここのビルの階段、ね、家も4階だし、こっちも4階だし、そう、なんかそれもね、日頃の訓練、鍛錬や、 うちは家がね、まあ、あの一戸建てというのは、市内なんかは狭い土地に建ってるから、階段階段でしょ、私家でめちゃ鍛えられてると思うんですよ。1個忘れ物したりで、あ、3回目だから、また忘れ物した、それでね、なんかなんでいいのって、こんなトレーニングなってるやろみたいな感じですね。でも、サプリメントとかあるんでしょ、そういう軟骨を、ありますよね、ありますよね、あまり取れないんですよね。サプリメントを飲んでますよ。ただそのね、軟骨再生する、まあ、サメル軟骨とかね、コンドロイチとかね、ああいうのは飲んでないですね。まあ、もっぱらのビタミン、ミネラル、基本的なものあるんでますよ。それはいいね。まあでもね、サプリメントで治るわけじゃないですからね。あ、そうそうそう。やっぱり手術してね、そうやって復活しないとね。ね、まあいろいろ、さっきもね、浅井さんもおっしゃってたように、機械でも車でも、ね、冷蔵庫でもクーラーでも使ってたら痛みますからね、はい、人間はまだその分何十年も使ってるという、すごいですよね。じゃあ復活、常にメンテナンス、メンテナンス、メンテナンス、メンテナンスしないと、やっぱり自分の体はやっぱいたわらなダメですよね。なんか大丈夫やとか思ってしまいますもんね、すぐね。そうそうそう、病院とか行くのもすぐ遠回しにしてしまって。でも毎月、毎年健康診断とか行かれる？行ってないです、最近行かなあかん。何年か前までは行ってたんですよ、半日人間ドック。で、今年はぜひぜひ行こうかなと思ってます。あの MRI で頭の中見てほしいですね。なんで MRI？ たまに変なこと言えてるみたいな。なんかね、多分右半身、右の方だけがね、よく汗かく。汗。そうですか。ということは左のに何かあるのかな、詰まってる、詰まってたら、それも結構何年も何年も前からなぜか右に動くから、それで何もならない方がおかしいのね。昨日今日じゃないんですよ、私の場合。メイクのせいではなくて、メイクのせいじゃない。でも汗ぐらいなら右の指も実は本当はずっと何十年もしびれてる。汗しびれてる。普段ね、何も言わないから元気だけど、ということは右に何かがあるから、左のやっぱり見てもらうとそうそう。だから私もだんだんと、それこそね、あのさっきも言われるように、いつまでも若くないんで MRI 見てもらおうと思う。そうやね、その方がいいね。なんか今日こんな病院のね、あれの話ばっかりですね。そう、私も見てもらって復活して、あ、こんなもん元気なんですけど、頑張りたいと思いますね。はい、ジェジさんは復活に関しては何か思います？復活復活って言ったら、まあ、いつも復活後みたいな ね、あの元気やもんね、復活後みたいな。復活って言ったら、今年、まあ、今年は水、ね、今年の末までに水泳を復活したい。やめてはったんですか？そうそう、もう、コロナのあれでね、コロナの間はね、そう、間に、あれから全然もう4年いってるんでしょうね。で、ちょっとだけスイミングスクール、この間、火曜日かな、ちょっとプールに入ったんですよ。で、ちょっと泳ごうかなと思って、もうちょっとだけで、もう全然もう、普段ね、よく歩いてはる人とかでも、水に入って泳いだらそんだけ違うんですよ。ちょっと泳いだだけでしんどいでしょ。多分歩くの、で、昨日もなんか何万歩とか歩いてはったっておっしゃってたけど、昨日1万4000何歩でもそれでは、はぁはぁは言わないじゃないですか。でも水泳って本当に水の圧力で泳ぎ方によるんですよ。すぐ疲れましたね、全身疲れますからね、力いっぱい入れてるんですね。全身ね、動かないとね、動かさないといけないから。だから僕もね、格闘技やったから水泳あまり苦手なんですよ。私は水泳もね、やってましたね。どうしても格闘技と筋肉ある人は水泳の時にぐーっと力ではね、ダメな、もちろん泳ぐんですよ、筋力もいるんですよ、水泳ね。余計しんどい、余計しんどいでしょ。余計しんどい、力入れて、力入れた反対に水の圧力が強くなる。だから水と同じようにスーッと泳ぐ。なんかこう池で泳いでるアメンボとかみたいな感じ。アメンボ赤いな、ああいうよね。アメンボと泳いでるのもちろん見たことありますよね。ありますよ。なんか羨ましいぐらいシューと泳いでますよね。スムーズにね、スムーズにね。
カエルもね。カエルもね。え、カエルって泳ぎます？カエル泳ぎます。泳ぎますよ。なんかハスからハスからハスの上にピョンピョン飛んでるのはね、よく想像しますけど。上手よカエル、うん。だからあれ平泳ぎはよくカエル泳ぎとか言われてますよね。復活で、私はね、あの、まあ前から復活ほどでもないんですけど、うん、夜寝る前にいつも本を読むんですけど、はいはいはい、それは今まで最近はあのコミック版が多かったんですけど、うんうんうん、この間ちょっと愛知の方に行って親戚の家に行って面白い本を借りてきたので、うん、小説を読むことを復活しようと思ってます。はい、小説ね。字細かいけどね。はい、うん。だから小説を読むことに復活をします。それどんなジャンルの小説ですか？ね、ストロベリーナイトとかね、うん、はいはい、あの知ってます？なんか竹内さんが映画であったね。うん、ああいうあれを書いてる、うん、堀田さんっていうのかな、誉れの子ですよ、あの堀の子、はい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 、下の名前忘れましたけど、はいはいはい、その作家さんのシリーズで結構好きなんですよ。そうですか。はい、サスペンスですか？あ、サスペンスですね。でもちょっと変わったサスペンスです。うん、でそれをちょっと借りてきて、あの読む。僕も昔はよく読みましたね、小説。うん、小説面白いでしょ。面白いです。まあ、ほぼ推理小説好きなんですけど、うんうん、僕もそう、推理小説好きで、横溝正史とかね、横溝正史ね、うん、江戸川乱歩好きです、ね、私もよく読んで、うん、あの外国版ではシャーロック・ホームズとか、シャーロック・ホームズ、あと名探偵ポワールとか、コナンもいいですね。コナンドイル、うん、あれは漫画のコナンも好きですけど、うんうんうん、原作がコナンドイルという人、ね、はいはいはい、うん、シャーロック・ホームズ知ってはりますよね。シャーロック・ホームズ、シャーロック・ホームズもね、あの、うん、高校の時にいくつかの小説読んでたの、うんうん、あの中で一番印象に残ってるのは赤ひげ、赤毛なんとかなんとかいうあれなんですよ。知ってます？赤毛の人ばっかりを集めて、うん、なんかあのすごい高賃金でアルバイトをさす。あ、覚えてない。私は英語で読んでたからだいぶ前、うんうん、なんかそういう、うん、まあいろんな面白い部分はあるんですけど、うんうん、どう早いですか小説読むのは。いや、私セリフを速読しないね。セリフをそのまま口に出さないけど、セリフを言うようにゆっくり読むからめっちゃ遅いんです。あ、僕も一緒やね。あ、そうそう、ね、だからこういうのの自然に練習になってたんでしょうね。だから、うん、あのほんまに遅いですね。で、なんかもう一回戻してみようかなとか思ったりするとか、うんうん、あるある進まない。イライラしない、うん、遅いの。イライラしない、しない。僕も早く読みたいっていう、速読するのよ。ジョージさん、先に結論見てるのじゃ、推理小説、犯人はこの人だ、みたいに。でも、速読の、うん、そういうスキルがあるのよ、うん。斜め読みとかもありますよね。ああ、うん。僕はもう、その、書、ね、いろんな書。速読ってどういうふうにするんですか？簡単に言えば。簡単、一番最初読んで、うん、で、あの慣れてたらもうブブブブの面の言葉が目に入るのよ。面の言葉が入る、うんうん、あ、こういうこと言ってるんだなとか、うんうん、だから大体わかりますけどね。そうそう、うん、バババッと下に行く、うん、全部読むんではなくて、うんうん、あの面の言葉を目に入ったら、うん、で自分でその何に理解できる、うん、その文章は勝手に作っていくっていう、うんうんうん、でもゆっくり読んでたら、あ、やっぱり同じようなもので、うん、あの同じような感じで考えてたから、うんうん、そういう感じでパーッと見て、うん、勉強の時にもそうだったんですよ、教科書を読んでる時に、うんうん、私教科書はそうやったけどなんか適ここやなと思うとこだけしか覚えない人やし、それはありましたね。でもあれは練習が必要だよね、うんうん、その目の単語が目に入る、ピックアップできるのはもうですよね、あの、うん、経験だよね。違うのばかりね理解しててもね。そうそう、うん、あ、この間ね、あ、一昨日かな、あの中島みゆきさんって店っていうのが梅田であって、うんうんうん、ちょっとユーチューバーの取材もあって行ってきたんですよね。でその時に大きな白いカーテンのようなとこに一番だけの歌詞を書いて、うん、こうバーッと短冊のようにつってはる、まあ広いんですけど、そこでなんかそういうのも見たり、それはまあ全部読むのもな時間もかかるので、うん、一応速読しました。うん、で本もあったんで、それも全部読めないんで、見ていいですよ、見た展示なんで、うん、それもこう最初と最後だけは速読しましたけど分かってたかどうか分からへんけど、でも本当にね、本をゆっくり味わいたいときには、うん、ゆっくり読むのが一番ベストだね。そうそうそう、うんうん、
もう勝者がもう全部もう描いたようなイメージが湧いてくる。頭に湧いてきますね。そうだよね。イメージがね。ゆっくり読んでたらね。なんか物語、映画見てみたいと思いますよね。そうそう。でも僕は台本は速読しますね。自分のところの出番だけは行くよけど。あ、分かる。私も浅井さんにもらうのもなんか自分のとこだけ読んでるみたいな。人のセリフはもういい、どうもええ、どれもええやん。一緒、うん、あのお芝居の時はそれなりに相手のもちょこっと覚えとかないと、うん、その人失敗したらなんかねっていうのがあるけど、映画の場合はね、うん、自分が出てへん時はもう関係ないねえ。そうしないと反対に体も神経も持たないでしょ。うんうんうん、そういう意味でね。うんうんうん、そうだよね。はい、それはわかります。なんかアニメに関しては、まあ人物があってこんな格好の中にセリフ書いてるじゃないですか。うんうん、でボソって外れたとこでちっちゃい字でなんか書いてる分、あんなも真剣に読みますね。あれが面白いんですよね。あ、なるほどね。なんか状況を説明するとか、なんかね、ボソってこうなんか括弧の中の重要なセリフじゃないけどちょこっと言ってる場合があるんですよ。なんか言う、主人公がなんか言ってたらこっちの出てるキャラの、それは僕がさっき言ったよみたいな感じは、まあ、ちっちゃく言ってる、心の中で言ってることね、心の言ってることを、ま、あのそこにちょこっと出てる、ちょこっと入れてるね。あれは読むのね、面白いね。だから私は小説復活です。浅井さんはもう体が復活、体が復活しました。ジャジャさんは水泳が復活して、はい、あの、見ていただいてる方もご自分のね、復活のあれがコメントに書いていただいたら、で、ね、僕もあの、ね、体が復活したんで、今度はさらに体を強化、マーさんすごい、さらに体を強化しようと思ってね、はい、ちょっと前からね筋トレまた始めました。昔はレスリングやってる頃はね、ウエイトトレーニング、バーベル上げました。今バーベルないので自宅でね、腕立て伏せ、ペットボトルとかでも使えますよね、あれね、いきますよ、ね、うん、水入れてね、腕立て伏せで、うん、何回ぐらいするんですか。まあそんなに、まあ、5回って言わんとってね。いや100回でびっくりするもんね。まあ200回ぐらい、ほんまに、うん、え、すごいね。まあ、一気に200回ちゃいますよ。まあ、何セットかに分けて200回やって、でも200回は結構あれも、私最近しないですけど、結構そんなも好きで、で昔また映画の話でロッキーシリーズ見たらファイト湧いてきて順も消化みたいなって、そういう映画を見ればなんか感化される方なんで、女性にしたらできる方です ね、 あ、なるほどね。女性って苦手なんですよ、まあ、スポーツして鍛えてる人は別ですけど、普通の人は1回できない人もいますよね。あ、そうですよね、ね、うん、います1回できないって、あの、昔はびっくりしてたんですけど、最近は理解できるようになりました。最近あまりたまに家でしますけど、まだでも結構下までつけるんですよ。もう地べたまで顔つけるぐらいまでやります。200回はできないですけどね。で、浅井さんも深く奥まで。そう、僕の場合はね、この手の幅をね、ちょっと広く取るんです、これぐらいにしてこう入る、そうするとこれね、あの腕じゃなくて胸についていく、胸ね、広くする、結構深くね、下までいくもんね、胸に筋肉ついても嫌やしなくし。でも運動はいいんですよね、体の復活は。いいですよね。で、やっぱ筋肉がね、ついてくるとね、基礎代謝が上がって、太りにくい体になるんだよね。そっか、じゃあ私、筋肉なんだからだ。だから僕は以前はね、まあ、高校生、まあ、中学の時は、割とぽっちゃり型やったんです。あ、そうなんですか。で、割と太りやすい。お子さんの頃ね。太りやすい体質で、高校3年生ぐらいかな、まあ最高88キロぐらいで、その当時写真見てると、ちょっと顔がぽちゃっとなって、お腹もボコッとね、かわいい、で、ちょっとこれはダメだなと思ったので、たまたま昔親父がバーベルやってたんで、その親父のバーベル借りてやったりとか、で、その当時はルームランナーの入ってね、自宅で走るやつね、
あれを夏休みの間ずっとやって半年間ぐらいで約15キロぐらい減量したんです。なんかすごいですね。結構やるときはやるぞみたいな人なんですね、うんうん、それ一回その脂肪を落としてから筋トレで筋肉を、うんうん、もう元に戻らないようにね、しないとね、筋肉をつけてきたらもうそんなに簡単に太らないです、うん、そういうことですね。代謝ですよね、うんうん、でね、そう、基礎代謝ね、はい、そうだよね、うん、なるほど、うん今日はなんか健康の話、体の話ばかりですね。で、うん、そこからですよ ね、 そうですね、これもちょっと関係ありますね、ありますね、今日の朗読の題が、ね、今日の朗読、そうですね、うん、あの先ほどね、あの人間は年とともに、まあ、退化する、老化して退化する話しましたが、ね、うん、今日の朗読はその逆で、うん、人間が進化するという、そういうお話をちょっとしていきましょうか、うんうん、ね、はい、なかなか読ませてもらいましたけど、うん、面白いですね。じゃあ、うん、ジャヤさんにもね、ちょっと入っていただきまして、もう早速ね、はい、もう見ていきましょうか、はい、人間進化論という朗読でございます。どこと先日男の秘密が分かった時よりも恐ろしいことが起こるさあどんなことが起きるんでしょうかでは始めます。よろしくお願いします。お願いします、はい、私の名前は里山隆弘、どこにでもいる普通の男性だ。でも私には秘密がある。決して人には言えない秘密が。まあ、話したところで誰も信じてはくれないが。私には大学時代から付き合っている彼女がいる。名前は小西優香。付き合って3年半、真剣に結婚を考えているのだが、その前にどうしても秘密を打ち明けなくてはならない。でも、どう説明したらいいのか、彼女は理解してくれるんだろうか。その日も、いつものように、優香と動物園でのデートを楽しんでいた。これからお話しする物語を、あなたは信じてくれますか？はい、ソフトクリーム買ってきたよ。ありがとう。美味しいね。うん。でも、高弘さんって本当に動物園が好きね。ああ。こうして動物を見ていると、なんだか心が落ち着くんだ。私も動物は好きだけど、高弘さんほどではないわ。あれ？そこのゴリラ、さっきから高弘さんの方ばかり見てない？え？そうかな？見てるよ。ずーっと高弘さんの顔。気のせいだよ。そんなわけないだろう。あ、きっとこのソフトクリームが欲しいんだよ。そうかなあ。あ、それよりこの前私に何か話したいことがあるって言ってなかった？うん。何？その話って。また今度話すよ。気になるなあ。今じゃダメ？ここじゃあちょっと。何か悪いこと？いや、そんなんじゃないんだ。僕たちの将来のことさ。今日はもう閉園時間も近いし、今度静かなところでゆっくりと話すよ。さ、もう行こうか。とうとうその日も秘密を打ち明けられないで過ごしすぎてしまった。それにしても僕をずっと見つめていたゴリラ、もしかしたら僕の秘密に気がついたのだろうか。いや、そんなことはない。僕の家は都心から1時間足らずの調布市にある。父は私が中学生の頃に亡くなって、今は母と二人暮らしをしていた。あら、もう帰ったの？夕食食べてこなかったんでしょ？うん。そう思って今夜はカレー作ったからね。ところでどうなの？どうって？優香ちゃんのことよ。結婚するの？うん。気のない返事ね。まあ、あの子ならしっかりしてそうだし、高弘にはいいかもね。ごちそうさま。あら、もう食べないの？私は結婚の秘密のことを亡くなった親父に話したくて、仏壇の前に座って手を合わした。父さん、僕決心したよ。優香と結婚する。大丈夫だよな。父さんだって母さんとうまくやってこれたもんな。
僕だってちゃんとやれるさ。父さん、そこから見守ってくれよな。でも、どうしてユカに打ち明けたらいいんだ。怖いんだよ。秘密を知ってユカに嫌われるのが。父さん、なんとか言ってくれよ。それからというもの、ユカとのことが心配で仕事も手につかなかった。出社しても上司に怒鳴られる毎日が続いた。里山、ちょっと来い。これはどういうことだ。この営業成績を見てみろ。すみません。すみませんじゃ済まないんだ。他の者はみんな5件以上の契約を取っているんだ。君はまだ1件も取れてないじゃないか。どういうことだ。すみません。さっきからすみませんすみませんってすみませんじゃ仕事はできないんだ。いいか、必ず今月中に契約を取ってきたまえ。わかったな。このままじゃ仕事が手につかない。私は今度こそ優香に秘密を打ち明ける決心をしました。そして優香に連絡をして次の日の休みに優香の家に行くことにしました。でもどう切り出したらいいのか不安でいっぱいだったのです。そしてとうとうその日がやってきました。私は意を決して玄関のチャイムを押したのです。はーい。あら、ずいぶんと早かったのね。さあ入って。うん、一本早い電車に乗れたもんだから。はい、これゆうかの好きな駅前のチーズケーキ。わあ、ありがとう。今お茶入れるね。うん、ありがとう。お、この写真ゆうかかい。いやだ、恥ずかしい。初めて見たな、この写真。この横にいるのお父さんとお母さんだよね。そう、私が8歳の時大阪に遊びに行った時の写真なの。なかなか可愛いよ。あ、ところで今日はお父さんは。お父さんは朝早くからゴルフに行ったわ。じゃあお母さんいるんだろ。いるわよ。じゃあ挨拶しないと。よく考えたらまだ一度も君の両親に会ったことないもんな。待って待って、今お母さん忙しくしてるし挨拶は後でいいじゃない。お茶冷めちゃうよ。そうかい。やっぱり美味しいね、ここのチーズケーキ。うん。あ、ところで大事な話があるんでしょ。何なの。うん、なあ言うか。何。うん、どうしたのよ。それが。何よ急に、変な人ね。怒らず聞いてくれよ。わかったわよ、早く言って。いうか、前にも話したが真剣に結婚を考えている。とっても嬉しいわ。だがな、いうか、結婚する前にどうしても話しておかなければならないことがあるんだ。何のこと。実はな、僕には秘密があるんだ。秘密。ああ、とっても大事なことなんだ。その秘密を知った上で、それでもよかったら僕と結婚してほしい。わかったわ。進化論って知ってるかい。ええ、知ってるわ。ダーウィンでしょ。ああ、人間の祖先は猿だったってやつ。何急に、それがどうかしたの。実はな、僕は生まれた時猿だったんだ。猿。ああ、っていうか猿の姿で生まれてきたんだ。何言ってんの、わけわかんない。最後まで真剣に聞いてくれ。僕もそのことは知らなかった。でも僕が高校を卒業するときに親父から聞かされたんだ。あの日は3月のまだ寒い日、卒業式から帰ってきたら病で床に伏せている親父の部屋に呼び出された。おい、高広か。ああ、帰ったか。あ、こっちに来なさい。何、父さん。卒業おめでとう。
ありがとう、父さん。お前も今日からは大人の仲間入りだ。そこでだ、高博。今までお前には一切話してなかったが、もう隠しておくわけにはいかん。わしはもう長くはない。病魔がこの体を蝕んでいく。近いうちに、あの世に行くことになるじゃろう。その前に、どうしても話しておかなければならんのじゃ。よいか、高博。心して聞くんだぞ。あ、はい。実はな、お前は生まれたとき、猿だったんだ。猿、しかし、ただの猿ではない。やがて、立派な人間になる猿じゃ。急にこんな話をしてびっくりしたじゃろうが、何も心配はない。それが証拠に、お前はこうして、人間として成長して、高校も卒業できた。もう二度と、猿に戻ることはない。まさか、そんな話、とても信じられません。信じがたいのも無理はない。だが、これは正真正銘真実じゃ。そんな、高博。そんなに怖がるではない。お前だけじゃない。わしもそうだった。おじいさんも、そのまたおじいさんもみんなそうじゃ。わしらの家系は、先祖代々、男はみんな猿の形で生まれてくるらしい。ああ、詳しいことはわからんが、そういう遺伝子を持っているそうじゃ。わしもお前ぐらいの年頃に父さんから聞かされた。じゃあ僕はこの先どうすればいいんですか。さっきも言ったように何も心配せんでよい。過去はどうであれ、これから先の人生が大事なんじゃ。はいか。このことはいずれお前がいい人と出会って結婚を決めたとき、必ずその人に話すんじゃ。いいな。はい。わしも母さんを嫁にもらうときにそのことを話したよ。最初は驚いていたが、すぐに理解をしてくれた。あ、そして母さんとずっと幸せに暮らしてお前が生まれた。お前もきっと幸せに暮らしていけるさ。父さん大丈夫？もう横になって。わしが死んだら母さんのことを頼むぞ。そして好きな人ができたら命がけでその人を守り抜け。わかったな、高博。父さん、しっかり。それから数日して父は亡くなった。僕は高校を卒業した後、母と一緒に上京してきたんだ。そんな。驚くのも無理はないさ。僕だって親父から聞かされた時は驚いた。いいの、もう何も言わなくていいよ。でもこれは大事な。だって今ここにいるのは高博さんじゃない。猿なんかじゃない。私の好きな高博さんですもの。ひゆか、ありがとう。うん、言ってくれて嬉しいわ。ひゆか。何？さあ手を出して。まあ指輪じゃない。結婚しよう。こんな不器用な僕だけどきっとうまくやれる。必ず幸せにするよ。ありがとう、ゆか。とっても嬉しい。でも
でもね、高広さん。なんだい？実は、私も高広さんにお話ししたいことがあるの。いいよ。何でも言ってごらん。その前に、お母さんを紹介するわ。お母さん、もういいからこっちに入ってきて。ぐわー！うわー！隣の部屋から入ってきたのは、お母さんではなく、一匹の大きなゴリラだったのです。私のお母さんなの。うちの家系では年を取ると、女がだんだんと猿になっていくの。それから20年が経った。私は優香と結婚して、何不自由ない普通の幸せな家庭を持った。私は相変わらず人間らしい生活をしているが、優香はだんだんと毛が生え始めて猿になり始めた。なあに、別段変わったことではない。こんなこと言ったらまた怒られるが、男は進化するけど女は退化する。あなたのご家庭だって同じことだ。ひょっとしたらあなたの奥さんの体のどっかに毛が生え始めてるかもしれませんよ。終わり。はい、ありがとうございました。はい、終わり。なんかさっちゃん、この毛生えてへん、この辺に。あ、毛生えてる。私って本当その反対でツルツルだよね。進化してんのかな。でも面白いね、この人ね。面白いでしょ、これね。うん、ラストのオチだね。ちょっと女性に失礼やけど。でも上手、上手。でもどうなんだろう、ゴリラになってもね、奥さんは奥さんだから。うん、奥さんやからね。ね、そのまま。うんうんうん、そのまま普通に結構ね、生活を。面白い。もう痛くなってくる。なんかね、これを読んだ時に、うん、読んだ言うても昨日読んだばっかりやねんけど、いつも一日前に読むだけやねんけど、うん、ちょっと違うんですけど、また映画の話なんですけど、うん、あのビッグ知ってます？なんか、うん、トム・ハンクスのやつ、うんうんうん、ね、うん、あれって子供が急に大人になるんですよね、体だけ。あ、そうそうそう、ね、あの少年なんですよ、12、3歳、うん、3歳ぐらいのね、うん、で早く大人になりたいんですよね、その年頃の子は、うん、で遊園地行ってなんか魔法のなんかみたいなおもちゃのとこにコイン入れて、うん、早く大人になりたいとかって言ったら、うん、本当にその願いが叶って、うん、明くる日に精神はそのままなんです、体が大人になってて、うん、その映画をもう古いんですけど、うん、トム・ハンクスさんの若い頃なんで、うんうん、それもケーブルテレビで久しぶりにやってて見ましたね。まああれね、あれも面白いなと思いました、ね、うん、それとね、もう一個ね、うん、これは本当にこんな感じなんですけど、うん、ね、あの俳優さん名前忘れましたけど、うん、あの男前の俳優さんなんです、うん、ハリウッドスターのね、うんうん、年寄りで生まれてくる時、年寄りいうのはびっくりなんですけど、まあ、ちっちゃいんでしょ、はあはあ、なんかありましたよね、あれだね、そんなね、ありましたよね、うんうんうん、まあ多分お年寄りの赤ちゃんみたいな顔で生まれてくるんでしょ、うんうん、そしたらだんだん若くなっていって、んですよ、で年とともにまた赤ん坊になるね、うん、そうそうそう、うん、ね、そなんかこれにちょっとね、あの佐藤さんにはならないんですけど、うん、似たような感じですよね、うんうん、なんかそういうドラマって結構あるんですよ、うんうんうん、あの俳優さん何でしたっけ。知ってますよ。ちょっと喋ってる間に思い出しておきます。はい、じゃあちょっとコマーシャルいいでしょうか。うん、ね、はい、帽子うとし。これから、はい、あ、こっちからでもいいですかね、うん、はい、もう映してもらったんで、9月1日に京都サザン家庭なんですよ、はい、はい、これにあの吉平さんのなんかデビューって、あ、デビューじゃない、新曲もありまして、そういうのをお祝いの歌謡ショー、私とエイジュさんと小川理恵さんがゲストで出させてもらいます、うん、京都のサザン家庭ですね、木屋町の、ね、木屋町ですね、うんうん、はい、そちらに出させていただきますのでよろしくお願いします、はい、そして同じ10、あ、これは11月11日なんですけど、ここにもね何度か
越しいただきました。私の歌も曲作っていただいてる作曲家の舞先生も、まあ、歌詞もされてるんで、このチラシに出てはる3人大阪3ということでなんか結成されて、それのゲストにも出させていただきます。こっちは大阪道頓堀ホテルですね。はい、お食事と飲み放題ついてます。食べ放題だよね。食べ放題、食べ放題、食べ放題じゃん、じゃん、飲み放題出るのはまあシェアでしょうね、わかんないけど、うん、でも結構量はあるんじゃないですか。はい、うん、そして11月の日にち見えない、ごめん、うん、あの平日なんですけど、ナンバー8、結構ね若い方たちがね、うん、わーっとライブされるような、こう粋なライブが大きなね、うん、スタジオのとこなんですよ。そこに私たちも出させてもらって、うん、日にちが変えて、うん、そのちょっとそっち系のグループ系と、まあ、歌謡曲演歌系とに日にちが分かれてて出させていただきます。これは夕方からなんで、うん、ちょっとねあのあれなんですけど、またよろしくお願いします。はい、じゃあ恒例のジャジャさん、すいません、うん、門座、はい、こちらももうじきですね、8月は19日です。そしてあと一部二部に分かれまして、9月16ですかね、これは一部二部はあの敬老の日になるんでしょうか、だから祭日なんで二部されるんで、うん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 、その二部の9月の2部に出させていただきます。はい、なんかもうね次々決まってますんでね、また、ね、あの心斎橋門座お越しください。お願いします。林健二さん、よろしくお願いします。はい、はい、です。うん、はい。じゃあ忘れんうちに歌いきましょうか。あ、そうですね。いつも言っていただいてありがとうございます。なんか結構この歌お好きだなとか言ってくれる人が いらっしゃるんで、木漏れ日キラキラ。作詞南幸子、作曲あのヒロスクールでもご一緒させていただいてた松本圭先生です。
はい、ありがとうございます。なかなかいい歌ですね。はい、なんかね最近ね、うん、ちょっとこういうポップス系がね、うん、ですよね、多いですね、うん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 、結構好きな方も、うんうん、いらっしゃって、うんうん、なんかそういう風に嬉しいなと思います、ね、はい、タイトルがいいですね、木漏れ日キラキラ、ね、木漏れ日という言葉がね昔から好きなんですよ、ね、私、うん、なんか好きな言葉ってあるでしょ、ある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 、ね、うん、道行きとかね、だからそれをみんな曲の題に入れたりして、ね、あ、なるほどね、うん、でも最近はもう、うん、木漏れ日いうかもう、ね、熱車の、あ、もう木漏れ日どころか、木漏れ日どころかね、ね、あ、今年ね、さっきもちょっと言ってたんですけど、うん、あと4ヶ月ですかね、うん、何かまだまだ目標としていろいろされたいことも終わりでしょうけど、だから足がね、うん、完全に治ったんで、なんかやる気出てきたでしょ、イベントしましょう、イベント、ね、今年できへんかっても来年にかけて、ね、うんうん、今まではね、うん、どうしてもこれこう気になるからね、うん、動きに自分でセーブはかけてた、うんうん、だから今はもうやっぱりね、ここしばらく本当に痛そうでしたもんね、うんうんうん、そうそうそう、うんうん、どんどん動けるんで、ね、どんどん海藻イベントとかね、うん、やっていきたいですよね、やりたいですね、ジャズさんは何か、うん、あと4ヶ月の間に4ヶ月来年に持ち越してもいいんですよでもあの今月末31日はバーベキュー、ブラックアンドバーベキュー第2弾、いつもあかん時ばっかりやで、ね、私行きたいのに31日はイベントがまた入ってる、入ってるでしょ、うん、30土曜日でしょ、今回は、ね、テーマはジャマイカとレゲエ、そう言ってたよね、聞きたいわレゲエ、そう、はい、みんな肉食べながら、うん、暑い、まあ暑いけどね、それもいいじゃないですか、ね、同じ場所ですか、同じ場所、前の、うん、クラゲというところ、ね、屋上ですね、うん、まあ35名、夜いや4時から、うん、まあ夜8時まで、うん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 、まあ夜になったらちょっとね涼しくなるかもしれませんね、夜になるとまあ、うん、あの曲もかけるから、うん、DJもするから、うんうん、だからあまりにもね遅くなったら、うん、そうや行きたいよ、うん、そう、またでも来年またするから、また来年する時にね、うん、行きましょう一緒にね、うん、そうぜひ、はい、うん、私はまああとそうそう、またね最近新曲ラッシュばっかりなんですけど、うん、来年の春ぐらいにまた新曲出すので、今その作詞もできたんで、うんうん、また曲も他の先生に作ってもらったり、うん、あの頑張って、うん、あのちょっともう一歩前進して、うん、出すところも ね、はい、そうですね、頑張っていきたいと思いますので、うん、また皆さん楽しみに待っといてくだ、待たんでもいいけど待っといてください、よろしくお願いいたします、はい、ね、はい、でも本当にね浅井さん、うん、よかったです、うん、よかったお元気になられて、うん、やっぱり痛いとこがあればね、どうしてもそこに神経いっちゃいますから、うん、気分も晴れやかなんですね、そうね、気分がね、うん、気分が出ちゃうね、気分が晴れやかそうですもんね、そう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 、うん、うんうん、はい、まあ今日はおめでたいということで、ね、はい、復活でした、はい、ね、ね、これからまあね、はい、まだあのお盆も過ぎましたけども、まだ残暑がね、きついんで、うん、ちょうど今の時期ちょっと夜中がマシだったかな、まあまあそうやね、昨日もちょっと僕大文字いたんですけどね、うん、夜はちょっと大文字ちょっと涼しい風が吹いて、うん、夜はちょっとマシかなと思ったんですけどね、ですよね、うんうん、でもこの時期ちょうどでもまだまだ侮れない暑さです、うん、あの夏のね、はい、うん、疲れが出る時期なんで、うん、ちょっと油断しちゃったりでも、うん、あのね、油断せずにね、気をつけてください、はい、夏バテ知らずの私たちなんですけど、はい、ね、はい、あのお水も取って、ね、涼しいところで休むように、ね、我慢せずにエアコンつけてもらってね、はいはい、気をつけてください、またお元気に、はい、来月お会いするとして、はい、今日はこの辺で終わりましょうかね、はい、はい、では最後に誠と幸子のああ人生泣き笑い、また来月お願いします、ありがとうございました。